どうも、SC コンサルティングのスキュリーです。最近ね、ストレスとか、心のちょっとしたその病、うつ病とかさ、そういうところをちょっと勉強しているところがありまして、まあ、必要になってくるので、今後、5年、10年のスパンで考えると。で、僕もいろいろ考えてるんですけど、それでいろいろ勉強しててさ、で、分かったことなんですけど、このね、動画撮ってるのが、3月の11日なんです。今、たまたま。たまたま3月の11日で、3月の11日といえば、やっぱり5、6年前にあった、その東日本大震災の日でしょ？すごく悲しい出来事だけど、まあ僕らにはさ、僕は正直被災してないから、被災者さんの悲しみなんてもう分かる余地もないけど、分かるわけがないけどね、どれだけ同情しますって言ったって分かんないけどさ。でもまあすごい悲しい出来事があった日でさ。で、勉強したことっていうのは、人間って、ものすごいストレスを受けると、まあ、トラウマとかね、そういうことになっちゃう率が高まるのと同時に、それとほぼ正比例して、それと同じように、そのストレスを乗り越えようとする精神力もめちゃくちゃアップするらしいです。逆に、大したストレスじゃないというか、まあ、中レベルの、やだなこれっていう感じのストレスだと、あんまりね、どっちかっていうと、その逃げたいなって思う率の方が高まるらしく、でも本当にその人生を揺るがす大きなストレス、それこそじゃあ東日本大震災を例にすると、そういうレベルのストレスを受けると逃げるっていうのを考えなくなるらしいです。でもう戦う、チャレンジするか、チャレンジして、周りと協力してね、で他人のために自己犠牲の精神で頑張るっていう、そういう反応が全人類的に基本出るらしいですね。ストレスのレベルがやばすぎるとそうなるらしい。で、実際に東日本大震災とかを見てるとそうじゃん。僕らにはその推測することもできない。まあ、あなたがもし被災した経験があるんだったらわかると思うけど、僕らはね、僕とかその、他のチャンネル登録者さんとかの多くがやっぱり実際には経験してないことだからさ、被災してないことだから。わかんないけど、でも、実際に被災した人たちって、まあ当時から今まで含めていろんなそのニュースとかで特集されたりして、僕らはそれを見てるわけだけどさ、基本全員超前向きじゃない？あれないよね。なんか北斗の拳みたいな世界になっても良さそうじゃない？もう心がすさんじゃってさ、他人のことなんて考えないと。まあ中には一部そういうね、泥棒が入ったみたいなニュースもあったけど、火事場泥棒みたいな。でもそんなの正直ごく一部でさ、話を聞いてるとだよ。僕もその、いわゆるマスメディアしか見てないから、わかんないけど、現地には行ってないから。あ、行ったか。行ったわ。仙台行った。仙台行ったけど、そんなすごい、被害が多かったところには行ってなくて、釜石とかさ、そういうところまでは行ってなくて、仙台ぐらいまでしか行ってなかったんだけど。でもさ、なんか、北斗の拳みたいな世界になってないよね。キャッハーみたいな。ことにはなってなくて、みんなチャレンジするでしょ。あんなストレス、強いストレスを受けたのに、もう一回その街を建て直そうとか、失われた、じゃあ自分の家、どうにかしようとかさ、失われた家族、本当に人が亡くなっちゃって、自分の身内が亡くなっちゃって、で、それを乗り越えていこうっていう、チャレンジの気持ちしかないんだよね。見てたら、なかったはずなんですよ。で、あと、思いやりだよね。他人に対して。自分のやりたいこととか自分の気持ちはね、犠牲にしてでも何かやってあげようっていう、偽善でも何でもなく、そうなると思うんですよ。で、東日本大震災だと実際にそういう状況になったでしょ。要はバカでかいストレスを受けると、人間前向きに進みながら、周りと協力しながら、とにかく前へ進むっていう前向き反応出やすくなるんですって。それはそうだよね。あと自己犠牲の気持ち出るんですって。それはそうだわ。僕もまあそのいきなり人が亡くなったりとかしたことはないけどさ、身内とかが。でもなんかその正直自分の身に危険を感じることとかは今までのね、探偵業の歴史の中とかで若干あってさ、いや死ぬかなとかって思うと、究極で自分以外のものを大切にしたくなるんですよね。なんか、まあ、自分死ぬの嫌だよ、もちろん。だからこの問題解決しないとやべえなって思うけど、でも残された者たちのことを考えるんだよ。リアルな話、マジで死ぬかもって思うと、自分じゃなくなるんだよね、大事なのが。でもやっぱり死にたくないからチャレンジして、これをどうにかうまく収めて、この問題をね。でも死ぬかもしれないから、まあじゃあ自分の家族、まあ親なりなんなりとかに対して、なんか残しとかなきゃいけないしっていう、
利他主義になるんだよ。基本、人間。ものすごいストレスが起きると。はい。ビジネスの話。で、僕さ、乞食の時期があったじゃん。不労者ですよ。マジだけど。クレジットカードを現金化の話とかしたよね。あれ大丈夫？事故だよね。事故になったから話したと思うんだけど。で、厳密に言うとあれ犯罪で、僕知らなかったから、当時。犯罪だと思わずさ。だって、クレジットカードを現金化しますって業者いっぱいいたしって話したでしょ。知らなくて、生きるためにやったんだけど。本当に不労者でさ。でも、なんだろうね。マジで住む家とかないから、逃げるとかも逃げる場所もないんだよ。逃げる場所もないし、逃げ方もわかんないもん。まあ車はあったけど、まあ物理的にはどっか行けるけどさ、心的にはもう逃げ場ないよね。例えば当時じゃあその川崎のね、河川敷の1日600円とか、1日止めて600円みたいなところに車止めて、時々出して、なんか路駐とかして一晩明かしとかしながら、金も節約しながらね、やってた時期もあったけど、体は、柄はね、いろんなところ行けるよ。それは行こうと思えばさ。でも心は逃げ場ないよね。どこ行ったって金はねえんだからさ。死ぬかなって思うしさ。で、そうなるとチャレンジしかしなくなるんですよ。うん。もう、逃げるとか考えてる場合じゃない。マジで。で、じゃあそのチャレンジするためには、じゃあ今持ってる自分の資産の中で、ガラケーがあってって話だよね。で、グリーでって話したでしょ。ガラケーでグリーとかミクシーで、そっからお客さんを引っ張ってましたよっていう。相談に乗って、無料で相談に乗ってあげて、コミュニティとかも無料で作って、で、いろいろ無料でアドバイスしてあげて、こんなに無料でアドバイスしてくれてありがとうございます、お願いしますっていう形でお金をいただいてましたよっていう感じの話をしたでしょ。なので、やっぱりね、くすぶってる状態だと、状態の人っていうのは、ストレスが足らないんです。うん。もっと辛い状況に喜んでね、危機としてですよ。危機として、もっと辛い状況に自分から飛び込んでいくんだぐらいな、そういうマインドを持って、いろいろチャレンジしてください。うん。で、例えば、不老者にならなくなって、そういう状況に自分を追い込むことできるんですよ。うん。何かっていうと、例えばね、簡単な、もうそれいろんなやり方あると思うけど、簡単に言うと、すべての人のお願いを全部聞くっていう。精神壊れるぐらいになるまで。うん。この人からあれやってくれませんかねって言われたら、できなくても、ああ、やりますよって言う。で、B さんからこれちょっとできますって言われたら、できなくても、ああ、ちょっとやってみれば多分できると思うんで、やってあげますよって言う。で、C さんからこれやっといてって言われたら、ああ、了解ですと。いつまでですか？明日まで。あ、分かりました、やりますって言う。で、その他に自分の、ブログも、ブログとか YouTube とか2つ3つ解説しちゃって、毎日必ず一記事もしくは一動画アップする。まあ、動画とかだったらちょっと厳しいものがあるからさ、週1とかでもいいけど、まあそういうのやる。うん。作業で追い込むっていうことができます。はい。これね、やりきれてないんじゃないかな。うん。作業で、作業でやらざるを得ない状況に自分を追い込んでって、で、速攻でものすごいストレスかかる。けど、それを乗り越えるんだっていう気持ちでいると、もうチャレンジしかしなくなるじゃないですか。だってやるって言っちゃったからね。やるって言っちゃったからやるしかないんじゃない？っていう気持ちになって、もうとにかくやるしかないわっていう感じでやっていく。そうすると成功に近づくでしょ。うん。であとは、そうするとね、もう、やるって言っちゃったの自分だからさ、いろんなお願いしてきた人のこと恨まなくなるよ。なんでこんなお願い俺にしてくるんだろうなって。ないわ。うん、なくなる。だって言ったの俺だし、俺が頑張ればいいじゃんっていう。向こうはやってくれると思って俺にね、お願いしてくれてるんだから、これは逆にね、信頼されてるってことだからありがたいなって。ありがとうねっていう気持ちになるしね。優しさでしょ。追い込まれすぎるとそうなるんですよ。うん。それは、まあ別に不老者にならなくたって、誰かが亡くなったりしなくたって、作業に没頭する状況を自分で無理やり作ることによって、疑似的なね、疑似的な究極追い込まれ状況っていうのは作り出すことができます。で、そのストレスで覚醒してニュータイプになって、ね、乗り越えていく。で、自分が目指していたものを作り上げるっていうことができるようになると思うので、
究極ね、ある程度成功するまでは作業量を増やすっていうことをやった方がいいと思います。めんどくせえっていう、ストレス溜まる、これもう完全に胃潰瘍になるわってぐらい、ストレスをかけるといいです。でも、前の動画で言った通り、前のストレスの動画あったでしょ？それを、嫌だ嫌だって思ってやってると本当に胃潰瘍になるよ。ストレスに抵抗する神経物質とやらが出が悪くなるんで。そういうこの状況でも、いわゆるストレスハイみたいな状態だよね。ランナーズハイみたいなさ。ストレス受けて受けて受けて、はぁみたいな。ね。もう完全にテンションぶっ飛んじゃってるぐらいな気持ちで、もう本当もうやる気ないわっていう。やるわーっていう感じでやる。と、ストレスに抵抗する神経物質がいっぱい出るから、乗り越えやすくなるし、楽しくなるし、テンション高まるし。で、やりきった時には自分のステージが一歩上がってるから。で、実際にそれだけの量こなしてるんだから、何かしら形はできてるからさ。で、そっからちょくちょくお申し込みとか購入とかが来るようになって、あれ、ちょっとビジネスの土台ができてきたんじゃねって、気づいた時には土台出来上がってるみたいなことになるんですよ。うん。なので、頑張ってください。僕もそうやって頑張ってきたの。ね。それしかないんですよ、究極、やっぱり。まあ、他にもね、いろんなそのテクニック的なところでさ、バンと儲けるとかあるかもしれないけど、僕らは無理。うん、それができるんだったらもうやってる。できないから僕の動画を見てる。ということは、あなたは僕と大体一緒の属性の人。ということは、僕のやり方できっとハマるはずだから、やってみてください。はい、今回は以上です。SSC コンサルティングの月売りでした。ではまた。